かつて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、幼者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。すべてを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のものを。は。父上。彼らの絆を再び結び合わせれば、新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があれば、それもたやすい。あれさえあれば、きっと。ペルセウス！なんだ？待て。妙な感覚だ。そういえば、今は曖昧な感覚の話より任務が最優先では。新入りの言う通りだ。先を急ごう。ここまで味方に一度も会わなかった。戦った。どう考えてもおかしい。まずは様子を探ろう。油断せず進軍すべし。お前たち、羽柴軍ではないだろう。どこの軍の者だ。まだとぼけるか。あっちの世界の連中め。あっちの世界、何を言ってる。ここはまことに小牧山か。戦場の空気が妙い。他の軍にはなかなかの将が揃っているようだ。そうですね。あ、もしかして羽柴の同盟軍でしょうか。落ち着いてください母上。それにしても様子が変です。押し通る。
けど。仲間だ。父上の手を煩わせるまでもない。あ、敵の偉い人たちが出てきたみたいです。何か教えてくれるかも。私たち道に迷ってしまいました。ここはこの世界に来たばかりか。いや、君の言うことを鵜呑みにはできない。悪いが排除させてもらうぞ。かなわぬか。年中の記憶に。この勝負次に預けるぞ。ただの雑魚ではなさそうだ。この力を存分に震えるかもしれん。ただならぬ迫力。あれが敵の総大将でしょうね。そのようだな。気を緩めるなよ、しない。ここまで、ここまでですぞ。これより先へは行かせません。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ちふさがるんか。戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか。いやいや、敵の言うことなど信じられませぬな。霊気も鎮球で倒すと面白い。貴様ら、俺と戦え。並々ならぬ気迫、相手にとって不足なし。本田平八郎忠勝がお相手いたす。ほう、やはりただの雑魚ではない。そなたこそ敵ながら見事。どうもなく戦うかもか。どこかで忠勝さんと互角。あんな人がいるなんて。あ、私なんかが偉そうに分析しちゃってすみません。これぞ無双。どうやら俺を本気にさせたいようだ。尋常ならざる力よ。一旦引くぞ。